九州自動車道の木山パーキングエリアに貸し切りで仕事ができるスペースを設置するなど高速道路の新たな利用の可能性を試みるプロジェクトが始まりましたこれは木山町やネクスコ西日本九州支社などが連携して行うもので昨日内覧会が開かれました高速道路の新たな利用の可能性を試みるプロジェクトで九州自動車道の木山パーキングエリアに 情報の箱と名付けられたトレーラーハウスが設置されています貸切でリモートワークや打ち合わせができるスペースが設けられているほかキングダムで有名な漫画家の原康久さんの著作など木山町を PR する情報も展示されていますまた気に入った椅子や本はオンラインで購入することができスマートフォンでアプリをダウンロードし会員登録すれば 30分550円で午前8時から午後9時まで利用できますえ新たな高速道路の使い道、えー、付加価値が上がればですねお客様にとっても、えー、また企業地域の皆様企業にとっても非常にウィンウィンの関係になるんじゃないかなというふうに思っていますこの施設は再来年3月末まで設置される予定です